はい、今日は、ザ・パク・ホンの、メジャーファーストアルバムの人間プログラムについてお話をしていきます。ね、人間プログラムっていうアルバムです。で、ジャケットがですね、この砂時計風になってて、上に、まあ、人がたくさんいて、で下に、まあ、ビル街があって、どんどん人が落ちていくっていう、メジャーファーストアルバムですよ、これ。で、こんなことをやってるっていう。やっぱすごいなとやっぱ思います。本当にそのメジャーデビュー直前でベーシストが抜けてしまうという、まあ、危機的状況の中でメジャーデビューをしていくんですよ。で、その中 で曲のストックがその前の「その蘇る日」とその後の「風船」というシングルを出して、一旦曲のストックが全部なくなっちゃったみたいなんですよ。で、アルバム、まあ、メンバーも一人欠けた中でアルバムを作る作らないっていうなった時に、さあどうするってなって、じゃあインディーズの時の曲をもう一回取り直してやろうかって言ったら、まあ当時ドラムの松田さんがそんなかっこ悪いことできるかって言ってなんか蹴ったみたいなんですね。で、そこからまあゼロからアルバム用の曲を作るっていうふうにやっていて、まあ、そしたらどうなったかっていうと、だいぶ偉いアルバムができてしまったっていうこと。社会的に、まあ、本当になんかいいのかどうかっていうことじゃなくて、やっぱりその時いいか悪いかではなく、やっぱり記録として、やっぱそのアルバムとして記録っていう意味でやっぱ残したっていうのは、やっぱすごこの人間プログラムとして形にして残したっていうのはなんかすごいなとやっぱ思うんですよね。今になってこの一周回って、やっぱ今爆音はやっぱりその前向きに生きていくために日々模索していくようなその曲を作っていくわけで、すいません、なってなかったです。で、まあ、そんな風な、だからこそ今この本当暗黒の、まあ、言ってみれば暗黒の時代っていうのものをちゃんと記録に残してたっていうのは良かったなとやっぱり僕は思うんですよね。育成光年の孤独とかはイベントライブをするときにだいたい1曲目で昔はやってた曲ですね。で、まあ、セレナーデはですね、まあマニアックヘブンの、まあ、レビューの時にも言ったんですけど、まあ、そういった感じの曲ですね。で、サニーで、まあ、メジャーデビューしてて、水槽っていう曲が、まあ、僕は個人的にすごい好きな曲で、本当に、まあ、仮タイトルがなんか暗いやつっていう 曲名だったらしいんですけど、まあ、本当になんか暗いやつの曲です。でもなんかすごく、だけどすごくいい曲なんです。歌詞とかがやっぱりただただなんか闇雲に暗いっていう、そういう意味の曲じゃないっていうこと。なんか僕が好きな歌詞で、悲鳴を上げる囲いの子供、浮かぶビー玉と金魚たちっていう、浮かぶビー玉と金魚たち、これサビですね。このサビの歌詞がね、浮かぶビー玉と金魚たちっていう、その隠しきれない詩人としての才能みたいなのがこう出てるっていうのがすごいいいなって思うんですよね。まあ、その次にまあミスターワールドっていう曲があるんですけど、まあ、これがもうひどいです。排水溝に詰まった羽の折れた天使の下に精液をぶちまけるという、まあどうしようもない、まあもうそれしか出てこないって、もう本当に絞ってその雑巾の最後の一滴みたいな、そのギリギリのギリギリまで出したアルバムだなって本当にやっぱ思うんですよね。でもその中だからこそ、その余裕を持ってなんか作ったものからは絶対に出ない、そのギリギリ感っていうのがやっぱり閉じ込められてる、そんなアルバムになってます。で、このブックレットの中の絵なんですけど、これはまあそれぞれメンバーが描いてるんですよね。まあ、これもうエンマ様っぽいやつとか、本当にギリギリの精神状態でやってたんだなって今思うんですよね。まあ実際そうじゃなかったかもしれないけど、なんかそういう風に曲調とかそんな風にやっぱ伝わるんですよね。まあ、特に赤い闇っていう曲があるんですけど、それのね、歌詞の絵がちょっとこんななんですよ。もうどうしようもないっていうね。最初開けた時本当にどうしようかこれっていう、まあ、そんな感じのアルバムです。で、まあその中で空星海の夜っていう曲があって、まあ、それはまあできた時、まあ、バックホーンの曲だっていうふうに言ってて、まあ、それが本当になんかこれからメジャーデビューして爆音がどうなっていくのか、でも音楽を奏でて生きていくっていうことを、そんな風にまあ覚悟みたいなのがなんか見て取れるかなって
思うような曲になってて、で、まあ、久々こうバッて開けたんですけど、やっぱりこのアートワークもなんかすごいいい感じなんですよね。本当にこれ多分21とか22とかやっぱそれぐらいの時に作ったと思う。あの専門学校出てすぐにメジャーデビューしてるんで彼らは。でそのやっぱメジャー、それがやっぱすごいですよね。メジャーデビューになったけどメンバーがいなくて、曲もストックもない、だけどなんか中途半端なものことはやりたくないって言って、それでゼロから本当に1年でギリギリの状態で作ったっていうアルバムが、まあ、人間プログラムなんですけど、やっぱまあこの状態がやっぱちょっと続くんですけど、次のアルバムぐらいまでやっぱそのギリギリ状態でもやっぱやめずに続けたっていうのは本当になんかもうそれしかないんだっていう、その熱量っていうのはなんかやっぱ見習うべきかなと思います。まあ、そんな、人間プログラムでした。